新宿オークシティは、東京都新宿区西新宿の大梅街道沿いの一角に位置する超高層ビルなどが集まった施設建設物。いずれも淀橋上水上の跡地ではなく、新宿区立淀橋第二中学校の跡地を含む、西新宿六丁目南区再開発で生まれたビル群である。新宿オークシティは、東京都市計画、新宿副都心計画並びに、 東京都都市再開発方針の基本方針に基づき、新宿副都心にふさわしい街づくりを目指した再開発事業の施設建設物である。1971年に新宿主催の再開発に関する第1回説明会が開催されるが、住友不動産新宿オークタワーでは地権者の反対が多く、業界では三大難開発と呼ばれていた。 準備組合の解散等もあったが、1985年に再度準備組合を設立、2000年1月に本組合設立を経て2月に本工事着工。2002年11月竣工という足掛け31年の長きにわたる再開発事業となった。住友不動産が運営する、住友不動産新宿オークタワー及び住居棟のオークコート、 日本土地建物が運営する人地西新宿ビル、新宿区内の中小企業の振興を目的とした、新宿区立産業会館、ビズ新宿、大梅街道側の店舗施設である、オークテラスで構成される。中心的な建物である、住友不動産新宿オークタワーと、人地西新宿ビルは、多くの企業がテナントとして入り、ビル内には飲食店なども入っている。また、 住友不動産新宿オークタワー、人知西新宿ビル、オークコートの中央三等間の街路的空間には屋根をかけ、内部空間として全体のエントランスホールとしている。2003年1月に竣工した鮮やかな青色のガラス張りで統一されたビル。長部は翼をモチーフとした。ビルの20階にスカイロビーを配置し、 エントランスホールであるガレリアからシースルーのシャトルエレベーターによる直通輸送を行いスカイロビーで高層外ローカルエレベーターに乗り換える交通計画を採用した2002年11月に竣工した鮮やかな青色のガラス張りで統一された複合ビル22階以上にはハイグレードな住宅を配置22階以下を事務所とした2002年11月竣工。 地権者住宅を含む倉庫数74個の共同住宅。うち38個は貸し室。2002年11月竣工区内の中小企業の振興を目的に作られた新宿区立の建物で、区内の企業、在勤者向けにホールや研修室の貸し出し、各種イベントセミナーなどを開催している。愛称は、ビズ新宿大梅街道に面し、 地権社店舗施設として建てられる。ファミリーマート、C&C、長尾等が出店。2007年に住友不動産社長に就任した小野寺健一がこの地区の担当した時、部下と一緒に粘り強い交渉で開発を実現させた。ありがとうございます。